はい、どうも皆さん、お疲れ様です。グランツーリスモ7、今回もコレクションをね、カフェのコレクションを進めていきたいと思います。現在 AMG をね、やってるところなんですけども、今回シュワルツバルトリーグでサンクロワサーキット B レイアウト、こちらをですね、メルセデス AMG GTS 2015年モデルで全4周走っていきたいなと思います。まあ AMG はね、僕のイメージで言うと、グループ3とか GT300 でよく、僕は AMG よく乗ってたので、まあ、なんかそのイメージが強いんですけども、まあ、今回はそのベース車両となるこの、AMG でね、行きたいなと思います。で、舞台がこのサンクロワサーキットの B レイアウト、これはね、何回か走ったことがあるサーキットですね。で、今回も軽くチューンはしてあるんですけど、どれぐらいの戦闘力なのかがちょっと、わからないので、まあ、丁寧にね、走っていきたいなと思います。まあ、ベース車両が速いので、あのエンジンチューンとかはそんなにしてないですね。あのコンピューターチューンだけで、済ましているという。あとはあの足回りとブレーキ関係のチューンだけですかね、今回は。なので結構ベース車両が速いっていうのがあるんで、これ、ね、シフトアップの時の音がねすごくいいですね。まあ、駆動系チューンを仕上げると AMG すごくいいなっていうのと、あとは足回りですかね、この辺りを整えてあげるとすごく乗りやすい。サンクロワサーキット、ここからはね、キックが激しいのと、足回りの限界値をテストするにはいいコーナーが続きますよ。ちょっと後ろが流れますね、やっぱり FR 車なんで。ストレートの伸びはすごいいいですね。さあ頑張って4周の間に前に出たいですね。GT7 はね、前々から、まあ、最初から言ってる通り、すごくこうアクセルワークがね難しくなったのと、トラクションのかけ方だったりとか、そういったところをねしっかりこう覚えるというか、その辺りをうまくコントロールしてあげると、速く走れるんじゃなかろうかと。ブレーキングがね、ちょっとね、まだね、距離感つかめてないです。まあ、今作の GT7 は GT スポーツと違って、パーシャルスロットですかね、うまく使いこなすことが難しいかなって感じですかね。
リアが滑る。アウト側まで目いっぱい使って行き過ぎました。ちょっと足回りが決まってないんで乗るのが大変ですね。さあ前方とは15秒差ですね。サンクロワサーキットはグランツリスもオリジナルのサーキットなんですけど、結構レイアウト的にね ABC とも長いので、まあ、それぞれレイアウトの形もかなり変わるので、まあ、すごくこうで走ってて飽きないサーキットの一つかなと思います。ここは B レイアウトが一番好きですかね。このレイアウトが一番好きですね。他はちょっとレイアウトはねなかなかちょっと難しいレイアウトが多いんで、さあ頑張って前を追いかけよう。まあ、4速で引っ張った方が良さそうですね。危ない、後ろが滑る。前に追いつけるか。一応ね3位以内に入れば目的は達成されるので、せっかくだったら1位を狙いたい。これ2番手に浮上、前とは4秒差ですね。このストレートで差を縮められるか。さあもうファイナルラップですからね。お、近づいてきた近づいてきた。
よし。結構ね、後半のセクターはね、アップダウンしてるんでね、起伏が激しいんで、車の体勢が乱れやすいっていうのが特徴的です。よし。いや、AMG 乗りやすいわ。やっぱり。はい、というわけで皆さん、今回もね、トップでフィニッシュすることができました。非常に乗りやすいですね、AMG。しかもかっこいいからね、フロントがかっこいいからね、AMG はね。よーし、やりました。さあ、プレゼントカーですね。さあ、AMG の、C63S の2015年モデルですね。コレクターズレベルも着実に上がってますよ。では、目的を、達成しましたので、カフェに戻って次なるメニューブックの方をね、見ていきたいなと思います。さあ、これでメニューブック AMG を達成することができました。まあ SLS とね、顔が全然違うからね。はい、お、ルーレットチケット。さあ、メニューブック34コレクション AMG。AMG と聞いてすぐに速い車だとピンとくるから。そうね、メルセデス・ベンツの高性能モデルだからね。ハンス・ベルナー・アウレフ。はいはいはい。なるほどね。はいはいはい。AMG300SEL6.8。はぁ。これ渋いね。フロント部分がね、ちょっと渋いですよね。なるほどね。うわ、かっこいい。お、コレクション次は GTR でーす。来ましたね。R33、R34、GTR17。いやー、僕は 33GTR が一番好きなんで。はいはい、33から R35。32は入らないんだね。なんか、GTR の35じゃなくて、なんか32かと思ったら。33から3435なんですね。なんか35は2017年式だからちょっと外れるかなと思ったんですけど、まあそれでもあれですね。まあこれでやっぱりでもメニューブックで GTR3 台、まあかなり高性能でトルクある車なんで、チューンしがいがね、GTR ファンの方だったらね、あるんじゃないかなと思いますね。まあ GTR といえば僕は、オールドのファン、オールドのファンっていうか、まあ、星野選手とかね、やっぱり全開魂。いや、GTR といったらやっぱり全開魂なんじゃないかなと。あとはね、やっぱり、松田継雄選手とか、ロニー選手とか、そういったね、ニスモのイメージが僕は強いですかね、GTR は。さあ、GTR は、あ、なるほど。GTR だけが、ってことは GTR1 台買ってこなくちゃいけないってことだよね、これ。そういうことだよね。あー、GTR 持ってたっけ？あ、僕 32GTR 持ってますわ。じゃあ、この 32GTR を、ちょっとチューンしていきましょう。で、32GTR、いや、これ GTR 相手だからストレート速いからね、これライバルカーにニスモ出てきたら終わりなんで、一番ね、もうサーキットでも通用するようなスペックなので、ニスモはね。
なるほど、わかりました。じゃあ最初のレースはですね、R32GTR。 まあ 32GTR といえばね、僕はやっぱりあのイニシャル D のやっぱりイメージが強いんですけども、わかりました。じゃあせっかくなんで 32GTR を、チューンしましょうか。なるほどね。まあちょっと700以下なんで結構チューンしないといけないんでね、ちょっと足回り GTR はとりあえずパワーと足回り決まればいいと思う。ちょっと足メインで、はい、ちょっとじゃあドレスアップして 32GTR で次はですね走っていきたいなと思っています。でどうしようかな、ちょっとね録画してないところでそのやっていきたいところもあるので、ちょっとじゃあディープフォレストだけ実況でやろうかな。東京エクスプレスウェイ、そうですね、ディープフォレストがあるんで、やっぱりディープフォレスト好きなんで、ちょっとじゃあこのディープフォレストのレースだけあの実況していこうかなと思っていますんで、楽しみにしててください。というわけで皆さん次回もお楽しみ、次回は GTR R の系譜をねぜひお楽しみください。お疲れ様です。